こんにちは。大阪で着付け教室をしております。あややずです。今日は帯結ばない帯結びのへこ帯の回してボリュームアップする方法をやります。前回は回さないへこ帯の帯結ばない帯結びでした。手が痛かったり肩が痛くって回さないタイプだったら後ろでこうしないといけないのでできないという方がいらっしゃったので今回は回すタイプのものをやってみたいと思います。でこんな感じで、たくさんひだを取ってボリューム、もりもりになるようにしました。こんな感じのものをやりたいと思います。使うへこ帯は、ろっこ屋さんのへこ帯です。だいたい4メーター50とか4メーター80ぐらいあるのではないかと思います。でこちらはふみこころさんのリボンを使ってます。で着物はとてもお気に入りの、アグリスさんの金継ぎ着物を着ています。こんな感じです。はい、では早速やってみたいと思います。ここで外してまずこのリボン結んだだけのリボン1本入れてもう1本伸びる靴ひも毎回恒例の伸びる靴ひもをしています。でさらに後ろにクリップ留めっぱなしにしてます。そしたらへこ帯だいたい30センチぐらいあると思うので半分ぐらいに折ってもらってで背中に当てます。背中に当てたら、端っこぐらいでクリップ留めときます。たくさんひだひだ取りたいのであんまり手先取らずにやります。で前板に当てて一周巻いてクリップの布を持って思いっきりギューって締めます。締めたらちゃんと体に沿わせてきて胴に当てたらこのクリップを留めるのですが帯板は留めずにへこ帯だけ留めます。留めたらこのクリップに近い根元のところからプリーツ作っていきます。今日は細かく作っていきたいと思います。広げてパタパタ折っていきます。ちょっとお腹ら辺で押さえながらでだいたい握力がちょっといると思うのでちょっともうどうしてもプリーツ作るのひだ取りすぎて痛くなったっていう人は途中で止めてクリップつけといたらいいです。もしくはこのプリーツの幅を広めに取っていくとまだ楽にできると思います。ここでちょっと止めといて、で、先を持って、で、この先からまた折っていきます。ちょっとこの細かいプリーツは握力がちょっとないよっていう方には痛いかもしれないです。指と指の間らへんが。なのでそういう方はプリーツの幅を大きめにやるといいです。はい、つながりました。でつながったものをここの真ん中のところに立てます。伸びる靴ひも恒例のものを取って当てて落ちないように一個ずつ回してで前にギュッ持ってきます。
これすらちょっとしんどい人は、あのマジックテープがついている腰紐みたいなものもあるので、そういうのを利用したらいいんじゃないかと思います。もしくはクリップでここら辺に留めてから靴紐や腰紐をするっていう方法がいいかなと思います。しっかり靴紐で、伸びる靴紐で留めてあげて、この伸びる靴紐は中にちょっと隠すように入れといてあげます。この状態でクリップ外します。で、できたらこのプリーツを広げていきます。鏡で見てまんべんなくこう広がるような感じで、真ん中のやつがちょっと散らばらないので、真ん中をちょっと横に引いていったりとかして、あまりぐしゃってやるとプリーツがなくなっちゃうので、それは気をつけて。で、ふみ心さんのリボンもつけてましたので、これ当ててまた持ってきて、ちょっと軽く脇のところでくくっておきます。こんな感じです。で、これをパタって倒して形を整えていきます。結構ボリュームがいっぱいになりました。たくさんひだ作ってます。手先あんまり取ってません。ほとんど一周しか帯巻いてないので、たくさんボリュームになりました。で、この下のこのピロピロもそのままこうやって置いといてもいいし、ちょっとこう中に隠してしまうような感じでやってもいいし、どっちでもいいと思うんですけど、結構出しといても可愛いと思います。はい。で、一番下のこのクリップはもうつけたままでいきます。で、帯板止めてないので回るはずです。ここに手先がいるので、180度時計と反対回りに今回は回した方がいいです。逆巻きの人は時計回りに回した方がいいかなって思います。で、この帯の上にパタパタが全部乗っちゃってるので、すごく回しやすいです。で、端っこをこう触ってあげて確認して、で、鏡で確認してちゃんとできてるかなって確認してあげたら、そしたらさっき脇の方で結んでいた帯締めなりリボンなりを持ってきて自分の好きなところで結んであげます。まあ、伸びる靴紐とか帯締め1本でもいいと思います。こんな感じです。こんな感じです。どうでしょうか。ボリュームいっぱいできるし簡単です。で、これ回さないバージョンもできます。回さないバージョンも、やってみてるので、よかったら見てみてください。でも、以前に撮った回さないバージョンはひだひだが少なめだったと思うので、これを参考にしてボリュームアップしてもらったらいいかと思います。はい。そうしたらどうしても手が握力がちょっと弱くってっていう方の場合、ちょっとだけ説明します。で、回したらクリップがちょっと持って、はい、あまり握力がない方でちょっと手がすぐ痛くなる方は、このプリーツの部分を大きめに取ってあげたらいいと思います。で、あとはコーディネートによってあんまりいっぱいプリーツがない方が好きな場合っていうか、似合う紐のコーデの時があるので、そういった時は大きい幅でやったらいいんじゃないかと思います。で、ここ端っこ合わせておいて、
ね、ちょっとほっといて手先をパタパタしていってでこれを当てる。で靴ひもや帯締めなどをしてあげます。ちょっと2回目は1本でいきますね。リボンの場合しっかり結んであげてください。リボン取れないように。はい、でこのクリップを外してで鏡で見ながら広げていきます。プリーツが外れないように真ん中の方に結構プリーツが寄ってるので真ん中の方とかも広げてあげて、こんな感じです。全然さっきと印象が変わってくると思います。こっちのタイプは可愛く見える時もあれば幅が狭いバサバサってなった方がいい場合もあるのでいろいろ試してみてください。終わったらこの帯を180度回してあげてちゃんと後ろになってるか確認してでこのリボンは私は前に回してきます。この手先とかもなんかちょっと出してあげても可愛いかと思います。どうでしょうか。さっきと雰囲気が違ったと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。着付け教室あややずでした。ありがとうございました。